地域と世界に開かれた富山大学。広い知識と専門的な学識で豊かさを創造する。私たちはまだ見ぬ新しい世界を切り開く。富山大学高岡キャンパスに新たな研究施設、富山大学軽金属材料共同研究棟が誕生しました。日本初のアルミニウム素材に特化した研究施設で、まだ成し得ていない純度の高いアルミ素材のリサイクル研究がここで始まります。使用済みアルミニウム製品の多くはいろんな合金元素が含まれています。でこれを純度を上げていく必要がありまして、合金中の不純物を除去する、富山が新しいアルミ産業を起こしていくために、今リサイクルの技術開発が必要なんですね。研究棟には最新鋭の研究機器を導入、高純度のアルミ資源へとリサイクルするさまざまな研究が進められています。アルミ中の不純物で今問題になっているのがシリコンと鉄なんですけれども、高濃度のシリコンを含むアルミニウムのスクラップから高純度のアルミニウムを再生してリサイクルしていくと。こちらはですね、 0.1 ナノメーターというオーダーに電子ビームを絞って対象物を観察、あるいは元素を分析するということができる、そういう装置です。またリサイクル生産における二酸化炭素排出を 90% 以上削減する加工技術の開発にも取り組みます。押し出した時に不具合が出ない条件を、例えばゆっくり押すのか温度を上げるのか、皆さんにリサイクルアルミニウム材を安心して使っていただける加工条件を出してくる。そして富山大学が資源循環型社会モデルの拠点となるべく、産学官そして市民を巻き込んだ新たな取り組みが始まります。アルミ産業が盛んな高岡の地の利を生かし、企業との共同研究も進んでいました。一般のサッシによく使われておりますアルミマグネシウム系素系、もっともっと強くできないか、社会変革に資するような研究成果というものを出せるんじゃないかなということで期待しております。富山大学が開学以来金属工学科というのを置いているんですが、そこで培われてきた金属に関する技術の集大成というようなものが、ここのアルミセンターで実績としてこれからも展開していけると考えます。まだ見ぬ新しい世界への挑戦が始まります。